ドキドキ真相回転。なにこれ。何この歌。ファイナルファンタジーセブンリバース続きいきます。マイクロペーサーどうぞよろしく。さあ前回アンダージュノンにやってきたわけでございますが、一応この辺りのサブクエストも軽くやってからジュノンの上の世界そっちに進んでいこうかなと思いますので、うるせえな。まずはこの辺のサイドクエストを少し片付けてから行きてえんだが、こっちの方でいいかな。200何メーターこっちに行けば待てるよね。ここじゃ見えねえ。相変わらず UI は見にくいな。こっちの方に行くことでサブクエストが1個できると思われるんだが、ああやっぱ朝は綺麗ですね。こっちにびっくりマーク、どこだ。ワンちゃんがなんかおったはずなんだが、結構遠いな。小肌と合流、入り口の方にいるってなお話ですが、ようやく来ました。ファストトラベルした方が全然早かったね。おおこらで、お前と何すんの。お肌についていくワン。おう、ちゃんと守ってやっから心配すんな。ほっ、お使いの小肌についていこう。あーはい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 、こいつに。よう、クラウド。ん？お前はいつ家を出た。何の話。いや、春だからまだ13だ。なんか変な。田舎じゃそんなもんだな。わんわんわん、わんわんわん。反対はされなかった。うん。それくらいで村を出るのは普通だったからな。おい、ちゃんと小肌追いかけていけよ、お前ら。なんだ。ささっ。2000ギルくれたんだ。ちょっと待ってくれてるやん、小肌。新生活にはそれくらい必要だとか言って。ちゃんと長きとかも走ってるな。俺は断った。軍に直行だったから必要なかった。小肌、そこ敵いるよ。お前が小肌。あ、こいつら倒せてか。飛んでけ。そっちはまた。私の出番。はい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 。そっちは大丈夫。おう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 。オッケー。バウバウ。行くぞ小肌。でもって。バリトさん、なんか喋ってましたけど。わわわわわわ、ちょっとこの音楽面白い。ささっ。で、どこまで小肌を守ってやればいいや、これ。なんか変わったサブクエストが始まりましたが。いやー、メインストーリーもね、ちょっと進めていきたいんやけど。このエリアでフェニックスが手に入るから、フェニックスはちょっとね取ってから進めていきたいよね。ちょっと待って、なんか面白 BGM がちょっとずっとなんか流れてない。おい、おい、おい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 、ゴロ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 、えい、わわわわわわ、いいね、この音楽ちょっといいね。で、小肌はどこまで守ってやればいいんだい。あ、わわわわわわ、なあ聞けよ。うん、聞いてる。あ、や、子供の独り立ちを邪魔する親がいるだろ。まだ早いとか甘いとか、なんだかんだ理由つけて悩んでるのか。いるんだよ。でも俺はそうはならねえって心に決めてるんだ。おお、そうか。マーリンの独立心を尊重してやりて。おお。笑ったな。羽で笑い飛ばしたな。いや、俺はそんなこと。俺には無理だとか思ってる。いや、思ってないです、まあ。そうだったよ。心に決めては見たものの、ああ全然できる気がして。マーリン。マリンって。マリン。しがみついて邪魔する気がする。
まだ子供やからな、だいぶな。もうちょっと大きくなったらマリンからなんか言うてくるよ。でもってまだリバースではそういえばマリンも出てきてないよね。グン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 、いやまだ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 、やめとけ。おいおい、はい、おい、MP 使いすぎか、大丈夫か。ヒーター、へい、ワン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 、コハダ行くぞ。はよユフィも仲間にしたいのにな。ワン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 、ポーゼー。何の音楽やこれ。もな、全くオリジナルではなかったよねこんなんね。コハダシカ行くぞ。でもって、そういえば全然最近アップグレード的なやつをやってなかったけどさ、まあまあこれは一旦ほっといて、システム、これか、 DLC を俺取るのを忘れてたのよね。特典アイテム召喚マテリア、ちゃっかりこんなんもやっとくべきやったね。ミスったよね、なぜ気づかなかった。あ、リバイアさん、リメイクやった人、インターミッション、デモ版やったやつ、世界の名品珍品を集めていたモーグリの森、手隠りして素材アイテムの最終数、あーもうなー、俺しまったわー。なんやったら何も装備してへんやつとかおったはずやのにさ。クッポチャームと、ああ、まれに素材アイテム増えるとか、大事なやつですやん。あとは、オーキッドブレスも、グレード2。ちょっとええやつやったんかな。つけといてあげようか。ちょっと減るけど、ティファぐらいなら、あ、いい感じに増えるじゃない。いやー。もっと早く気づくべきでした。カズチじゃあレッドサーティやこれと、もっとマテリアつけたってよかったかもな。クラウドなんか霊気2つ装備してるし、でな、リヴァイアさんとかラムとか完全に忘れですわ。この辺カズチつけてつけて、チョコボ&モーグリはって言っても全部あれか、レベル1までしかないんか。ラム、エアリスはリヴァイアさん、いいね、これでいい感じ。あとは誰かがモーグリーズ、シバ、ラム、イフリート、モーグリーズ以外にマジックポットってこいつよ分かってへんねんけどさ、サポート系、まあいいか。こんな感じで DLC がだいぶ前から取れたにもかかわらずずっと使わずにやってましたわ。おい、お待たせな。問題ない、せっせっ、ちゃんとパーティーに入れてないキャラも横にいてくれてるっていうのがいいよね。いいとこ見せなきゃ、せいせいせい、行くよ、アトリオコハダすぐ行ってるから、バウバウ、はい、行きましょう。ワン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 、どこ行くんや、
目的地がまだ分かってないんやけどさ、こいつについてったら前回入れなかったあの村に入れるみたいな感じなんかな。結構こっちの方まで来たよ。バーレットどうした？走れ走れ。父ちゃんは大丈夫か？落ち着けバレット、うん、マリンが家を出るにしてもまだずっと先だ、うん、そうだよな、そうそう、想像、ただの想像、うん、まだまだ先の話だ多分。心配すんな、行くぞ。さささ子供が歌ってる感じの BGM だよな。日本語で歌ってるこの歌。走れなんとかって言ってる気がする。なんか来たよ。ああ。で、頼む。う、あ？状態異常、石化。戦闘不能状態に陥る危険がある石化状態になってしまいました。このまま一定のダメージを受けると石化して動けない。Sな万能薬などで状態異常持ってないぞ多分。どんなもんよ。おう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 。まずいな、知らない攻撃をそんな急に言われても。おい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 、一旦見破ってみるか。こいつらは何弱点？弱点は風。 OK、 風は私の出番。エアリスがどうやってたっけ。どうだマジックある。エアリス届け。よし、どう、よいしょ。バーストするまでは全然足りてない気がするけど。エアラップ、いや、いいダメージ。バレちゃった。やっ、いける。おい、おげ。いけていい。うん。はい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 。そっちはまた。お任せあれ。オッケー。もう一、あ、チェインアビリティいける。クラウド、任せろ。うん。にしたってな。あ、ナイス。どうも。マテリアいっぱい成長したわー。オッケー、行くぞー。この音楽ちょっと好きになってきたかも。わわわんわわわん、えい、で、あー、でもここはそこじゃない、その、あ、ほら前回頑張ってここまで来たのに入れへんやんけとか言ってたところ、やっぱこれで入れるようになんやな。来てよかったです。じゃあ小肌、どうしてここに。いろいろありまして相変わらず元気いっぱいだな、お前は。うん、あれ、あなたたちは。あんたの母ちゃんに雇われた小肌のボディーガードだ。ああ、母ちゃんやったっけ。母ちゃんからあんたにお小遣いだってよ。母からの荷物なら受け取れません。俺は家出中なんで。なんじゃ。ディラン。あら。お客さんなの？お前。フレア、出てきたら危ないだろう。転んで怪我でもしたら。とにかくこれは受け取れません。小肌と一緒にお引き取りください。生意気な。頑固なとこは母ちゃん譲りってか。ああ。たくしゃねえな。これはあんたに預ける。怖。え？手切れ金。こんなに。どうして持って言うんなら返してもいい。でも赤ん坊が生まれるまで待て。ああ、先輩父さん。これになれば気持ちが変わる。多分な。ああ。親になれば。こだ。わかりました。ディラン、ここにいたのか。ああ。トビ、
遅くなってすみません。こいつ。アバランチの皆さんですよね。ロドナーさんから話は聞きました。なんかいっぱいもろった。アバランチ。まさかあの魔光炉爆破を成功させた。それは言わないで。そう、まさに僕たちの希望の星。いやー、お目にかかれて光栄です。ええの。実は皆さんに折り入ってお願いしたいことがありまして。あれ。ヴィランの件は一応解決したんですかね。おう。たまっちりだ。ということでしたら、早速僕の話も聞いていただけると助かります。うん、どうぞ中へ。なんや。一個クエストクリア。でもってバレットの好感度がなんか上がった。知っていたんでしょうか。どうでしょう。アバランチの方とのご縁、この子が繋いでくれたのかもしれませんね。母ちゃんのおかげだと思うよ。俺で入れたな。普通に村っぽいけど。皆さんもご活躍。ニュースで見たときは胸がスッとしましたよ。武闘派はお断り。フェニックスマテリア欲しいけど。いやー、アバランチの方々に力を貸してもらえるなんて本当に夢みたいです。DLC のマテリアいっぱい手に入ったから。そんなに別になくても。でもフェニックスは使い勝手良さそうやもんな。ね、岬にある灯台がいつの間にか何でもやジュノン支店とかなんとかよくわからない人に乗っ取られてしまいまして。なんか聞いたことあるぞ。でもや、あれ、もしかしてお知り合いでしたか。いえ。いや、あの灯台はもともと僕たちが物見台として使っていた場所なんです。最近はモンスターも増えてて危ないし、早く立ち退いてもらいたくて。はい。皆さんのお力でどうにか説得してもらえませんかね。なんでもや、俺らのパクリ。ミッドガルやグラスランドで大活躍していたとのことなんですが、どうもうさんくさくて。だいたい何でもやって何なんですか。聞いたこともないですよね。それは俺らもディスってるぞ。灯台はこの先の岬にあります。うん。もともとは共和国時代の航海で、って、それはまあいいか。とにかく偏僻な場所だし、モンスターも出るし、あんなところでお客を募っても誰も来ないですよ、絶対。うん。見に行ってあげようか。ありがとうございます。皆さんの手腕拝見させていただきます。ほう。誰か一緒に来てくれる？落とし子。トラブルの匂いがするんだ。七木が？ならば私が適任だろうな。そうか。あ、そうだ。もしお時間があれば丘の方にも寄ってみてください。うん、運が良ければコンドルの姿が見れるかもしれませんよ。それはちょっと見たいかも。興味があればぜひ。ああ。フェニックス海を手に入れるための。新人の活動は。じゃあこの場所。あの場所とは違うんやもんな、別にな。あら、前はあ、カードのやつか。なんだ、もしかしてスカウトか。なわけないよ。歌えるバウターがいるって聞きつけてはるばるこんな場所まで来てくれたのか。まあ条件次第だが、どうしてもっていうならデビューしてやってもいいぜ。うざいなこいつな。ゴーなんだよ、スカウトじゃないのかよ。なにこいつ、紛らわしいな。俺は流しのニール。自分で言うな。いつか大物になるギタリストバウターさ。そうか。俺とバウトしておくと後々自慢できるぜ。腹立つな。やったのか久しぶりに。デッキ流しのニールに勝つとあれがもらえるってことなんかな。デッキ編集言われても俺なんか持ってんのか。何もまだ持ってへんよな。演奏だけでも聞いていってくれよな。あ、この曲は。ギターとクイーンズブラッド。ちょっと上手いやん。まあ実際プロが弾いてんやろうけど。で、どっからどう行けばいいや。あ、子供たちもいるぞ。
んだかんだでちょっとしたこういう町も作り込んでるね。メインクエストを進めていきたいのに、ちゃんとサイドクエストをやらないとちょっともったいない感じになってるよな。チャドリーがいて、クエスト掲示板、マーカーはもういいな。反神羅青年団のミザリー、なんか聞いたことあるぞ。こっちは、あーいい景色。まあまあそれはそれ。クイーンズブラッドの神髄を見せてやる。またカードのやつか。地にもいろいろある。どこに。みんな聞いてくれ。なんだ。あ、俺たちの故郷ジュノンの海。いや人はいっぱいおるけど、これが掲示板か。掲示板、あーでも他にもいろいろあるね。コンドルの丘、手を貸してくれるものがあれば丘まで来てくれ。受ける、何でも。やこれで今両方とも受けた感じか。あー前のエリアも行きたいからな。やれること、あお前が、こんにちは。よしやろ。こんにちは。私は反神羅青年団所属、クイーンズブラッド推進委員のミザリーです。あ、結局カードかい。クイーンズブラッドを知ってもらうために活動しています。なんじゃい。ゆくゆくは神羅とカードバウトを通じて交渉するつもりです。ぜひクラウド聞いてない。芸能活動にご協力ください。ああカードバウトしますか。先やりますってできへんかったけど、こうやってデッキ対戦開始スタートさなかのか。オッケー。未だにルール分かってませんけど、カードの引き直し、カード開始前のカードのうち不要なものをデッキに戻し同じ枚数引き直すことができます。ってことは4とか2もか。2も一旦微妙ってこと。2はだって起きないでしょ。ほら1じゃないと起きへんからってことやんな。でまだルールがようわからんのよ。ほれで、とりあえずカード取っていけばいいやんな。そんな理解でやってるだけですが、まだ2は置ける。置ける。あこれいい感じに取れたんじゃない。でほい、どうよ。ようわからんけど、あーでもなんか場所取られてってる。おい、やばい。おい、上書きとかないか。なんかちゃっかりいろいろ取られてはいるけど、これをおいで、まだなんか、このカードが配置されている間、特殊効果マス味方を2パーアップします。パスするとゲーム終了しかないんやんな。全然ルール分かってない。で負けたのね。なんじゃい。カードを通じてたくさんお話できましたね。いや全然クソもなかったです。あのカードゲーム結構面白いっていう噂を聞いたんですけど、どうなの。何が
何がどう戦略があって楽しいのかよう分かってないんですか。これでとりあえずはこっち行けねえ。どうやってこっちに行けばいいんや。裏の外にはっ出れる。こっちからか。あ、普通に出れるっぽいね。こんなもんか。一旦じゃあ向こうの場所600、うん、まあまあ広いぞこの辺。コンドル観察隊の依頼に行くには登れんのかこの辺。頑張れクラウド、お前なら意外といける。どっちやねん、いけるのかいけへんのか分かりにくい作りしやがって。この辺はたまに下手くそスクエニが出てるな。頼むぜ。でチョコバストアップ。ああお子さんかい、これ食らうよ。たまにめんどくさい塩を入れとんなやっぱりな。オッケー、いいよー。でとりあえずは上の方に来てんだが行き方わからんから向こうの方行きましょう。なんか変な建物あるよね。これはなんだい、この場所は。綺麗な場所ですわ。でもな、でこっちさらに奥。うん、あーちゃんとこの音楽をちょっとアレンジしてんやな。で何もなし。何やそこ、岬の灯台。うわすげえ、ちょっと吊り橋。はいはい、吊り橋は怖いやろ、歩いて行ったるわ。すごい場所、ちゃっかりなんかチョコボみたいなのおるけど。わああらー、あ、ごめんごめんごめん。オープンワールド感出てるね。ウータイとかでさ、こういうなんか吊り橋エリアみたいな。あー、ジュノンがすごいわ、大砲。ウータイ行ったらこんな吊り橋いっぱいあるんじゃないの。すごい。これが、なんでもや。なんか風船いっぱい。どういう場所よ。よし、でさらに上。チョコボー、はい、おいで。上登って、わっせわっせ。うわ、ほんまや。真相回転。この商売根性は尊敬に値するな。ああキリエは中か。行くぞ行くぞ。ええ場所やけど。どこや、上か。ささ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 さ。ああ、やっ
ぱりお前か。俺が何でも屋のキリエだ。報酬。おい。え、嘘食らうの？キリエ、ここで何をしている？あ、リメイク以来ですね。ちょっとしたビジネス？おばあちゃんと喧嘩しちゃってさ、ミッドガルの外でがっつり稼いで見返してやろうと思って。あ、そうだ、クラウドもここで働く？歓迎するよ、新入社員。こんな仲良かったっけ？社員になるつもりはない。勝手に何でも屋を名乗るな。今すぐここから立ち去れ。うん、あー、いっぺんに言われてもわかりません。それに元はといえば全部クラウドのせいなんだから。なぜ？せっかくジュノンにまで進出したっていうのに、誰も何でも屋さんのこと知らないんだもん。知名度ゼロ、仕事の依頼もゼロ。ほんと参っちゃってさ。いや、この場所が良くないんじゃないの？仕方ないから、私がこうして大々的に宣伝してあげてるってわけ。地味、クラ、不愛想。やめろ、ほら、なんじゃ、怖っ。ちょっと顔こう。すまない。おう、ワロだ。何この子、喋れるの？よろしく。どうぞ。うわー、すっごい、かわいい。ねえ、君、私のペットにならない？こら、おいで。ペット扱いすな。ナナキ、こんなに頑張ってたのに、未だにお客さんゼロでさ。このままじゃ、何でも屋の社長兼宣伝部長の名が廃る。ってことで、早速こんなのも用意してみたんだよね。ドキドキ真相回転。何これ？何この歌？モンスター来ましたよ。なかなか、おそらくこの不愉快な音のせいだ。なあ、ふざけた演出多いよね。モンスター大臣得意だよね。何でも嫌なら自分で何とかしろ。はあ、そう言わずに。あ、ほら、これあげるから。ぶりっ子的なキャラが多すぎ。なんかこのままでは我々も危険だ。行くしかない。こういうのが好きなスタッフが多いのかい？ちょっと引いてる。ちょっと引いてるで。なあ、昔のファイナルファンタジーを知ってる人からしたら引いてる人多いんちゃうかな。ふざけた演出がちょっと多いなっつって。どうなんですか？いや、もちろんこういうのが好きな人は全然いいと思うんやけどさ、ファイナルファンタジー7をふざけた作品にしないでほしいよねって思ってる人は少なからずいると思うぞ。まったく、誰やこれを OK した変なやつは誰や、って思っちゃうよね。なぜこんな低俗な作品になり下がるようなことをね。え、残念だ。あー、まあ、なんかめっちゃ増えてきた。おい、とりあえず MPK でうるせえ。おい、まだまだ、どけどけ、この野郎。はい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 。ああ、ビリビリだ。結局のところ、魔法まだまだ、なんかおる。おい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 、ほら、ザコな、まだいんのかい。うるせえな、お前何キャラや。ああ、ふざけた世界観出してくんの。やってやる。おとなししとけ。
雑魚はおとなししとけ。見せなきゃ。え？なんやねこの歌。燃え上がって。え？ちょっと度が過ぎるよねマジで。離れてて。な。行くよ。残念、残念スタッフが。提案したやつも OK したやつも。ふざけとるよ。なんぼで行くねほんで。ここ。リミットブレイク溜まってもとるやんけ。全然効いてない。おい、ヒートやってからか。私の出番。はい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 。あ、そうしたよ。私の力を。ヒー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 。次はこっち。逃がさねえ。ヒー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 。ヒーヒー。全然食らってない。よし、投げた。おー、いいちょー。任せていいか。俺が出る。連携しよう。お待ちなんか、ごめん。ほら、うるせえな、まだですかじゃないの。こっちのセリフじゃん。お前みたいなあざとふざけた演出にこっちはもう飽き飽きしとる。飛んでけ。そっちはしゃあねえ、やってる。ほいほいほい。ビリビリだ。うるせえ、黙れ。いざ風邪を吹きに攻める。ヒートさしてからの、ふんふんふん。硬い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 。まだまだか。大丈夫？いいとこ見せなきゃ。ああ。うるせえなキリエマジで。ふざけ、典型的なふざけキャラ。まったく。ああ、思わなかった。こんなモンスターうじゃうじゃな場所じゃ、そりゃお客さんなんて来ないか。この砂漠へ低評価。学びがあってよかったな。仕方ない。ここでの営業は諦めるとしよう。じゃあ私もう行くから。後片付けよろしくね、社員くん。うるせえ、黙れこれ。おい。一緒に来る？ほら、おいで。マジで芝子が。イランサブクエアはこれ。期待種類の人間だ。同感だ。皆さん、変な放送が聞こえて外を見たらモンスターが海を移動してて。でも心配無用でしたね。さすがアバランチの皆さん。それで何でも屋さんはどうなりました？とりあえず終わった。そうですか。じゃあここは片付けなくちゃ。それよりロードナーさんから聞きましたよ。皆さんも何でも屋をやってるって。いや、最初から言ってくれればいいのに。水臭いな。何かあったらまた力を貸してくださいね。お前のチョコボなかなかふざけた顔しとんな。あー、レッドサーティン用のなんかやったんかな。好感度が上がったっすよな。やけどマジでなかなかしょうもないふざけたサブクエ入れてくれてるね。これはマジでいらんわ。こういうサブクエはマジでいらん。時間の無駄。これはひどいね。でスキルブック解放、レベル3がどうたら言ったけど、チャージ攻撃、結構なんかこの辺からポイントだいぶ必要になってくるっぽいな。風属性、戦闘中自分が受ける HP 回復量が 10% 上がります。なんか適当に何でもええわ。あ、ウェポン、炎属性、適当に
若干分かりにくいなこの辺もな。リベンジゲージのやつ、なんか FF10 の時みたいに楽しく解除できてる感覚がないんですけど、何でもええわみたいな。あ、頼むぜ頼むぜ FF で、メガポーションが安い。あとは特に、いやーでも上がるやつもおるし、一個買っとこう。 OK、 もうええぞ、もうふざけサブクエストはマジでいらんぞ。でその場所に行くにはどっから回り込んでいけんのか。それチョコボー、前には乗れない。アバランチに何でも嫌ですか。いや僕たちももっと頑張らないとですね。うん、頑張りたまえ。そっち、いや行けへんな。この場所どうやって別の場所からぐるーっと回っていくとか、そっち側からなんか行けるところがあるんかな。ちょっとこっち降りて、はっ、こっち側から、あーいけそういけそういけそう。で鳥おったけど、今これについていけば、あいける。でこっち、あーいけたいけた、よかったよかったよかった。うんー、まあワールドマップ出た時はちょっと楽しかったけど、もう早くもちょっと飽きてきてるかも俺あんまり探索が楽しくないかもね。え最初だけやったかもね。もうええでってちょっとなってきたかも。解析はいっぱいしてきてくろう。え、チャドリー、クラウドさん、うん、データを分析した結果、ジュノンに潜む怪人マインドフレアが見つかりました、うん、この恐ろしい怪人は人間の脳を吸い取ると言われています。一刻も早く討伐をお願いします。討伐調査リスト、なんか真ん中の方、ああいうの倒してねえんだが、でこれより先の岬に行けへんから、またなんかあれか、どうなんやろう。飛空艇はさすがにリバースでは手に入らへん。ある程度ああいうマップの端っこに行こう思ったら、海チョコボとかをもしかしたら手に入れなあかんかったりすんのかな。こっから写真撮るっつってたよな。おい、俺はまあ他のオープンワールドあるあるやけど、撮影スポットは各ワールドに点在する撮影場所としておすすめな風光名犬。フォトモードに入り、わざわざ起動させて、で、ああいい景色ですね。でどうすんの。フォトモード起動したよ。フォトモード起動したけど、カシャーって
最終的にカシャーってやってなかったと思うけど、オートモード起動、これで OK なのかい？いけてるっぽいね。いやコンドルとかのやつもちょっといろいろやりたいけど、ちょっと今回のふざけサイドクエストでちょっとやる気がなくなったな。もうちょっとなんかやってほしかったな。召喚獣レポートがでも近いからここは行っとこうか。その場所全然違う場所にファーストトラベルさせられたな。そこにはなんか微妙に行くのむずくしてるの多いよね。あれ消えたな。半神羅、この辺にあるんじゃないの。あいつまだギター弾いてるな。この辺に祠があるってなお話なんですが、この中か。コンドルの丘には、海を死んだから取り戻した後は、いや、ここやけど何もないぞ。入れへんわ。なんか別の入り方があるってことなんかな。私の知る限り、そこよね、マップ的には。あら、結局じゃあふざけてるってことだよね。オープンワールドもさ、いいんやけど、ちょいちょいこう登れるのか登れへんのか判断つけにくいところも多いからさ、ちょっとお粗末よね。いろいろと、ちょっといろいろとしょうもないところが、作りが甘いところがちょっと目立ってきた感覚があるな。最初は感動してたけどみたいな。頼むぜ。え、コンドルの丘。どうも。おお、お客さんかな。今日は良い風が吹いておるの。また新しい人。本当に皆さんここで何をしてるんですか。どでかいコンドルの観察じゃ。ここから奴の様子を眺めて定期的に健康状態を確認しとるんじゃよ。あやつは悪いやつじゃないが、腹を空かせれば獲物を襲う、人が襲われたりしたら大変じゃからの。安全第一、コンドル予報。わしらの発行してる瓦版じゃが、見たことあるじゃろ。コリンさん、今日はもう現れそうにないです。コリン星、そろそろ部屋に戻りましょう。いや、もう少しだけ待たせてくれ。ここんところ姿を見てないからどうも心配でのう。やっぱり餌を用意しておくべきでしたかね。一応掲示板にも依頼を出してはみたんだが。そういうことなら私たちがお力になれると思います。やるんすか。おお、それは願ってもない申し出だが。コントルとは、ここからそう遠くない孤島に住まう雄大で美しい鳥だ。わしは若い頃やつに助けられたことがあっての。礼というわけでもないが、こうして観察を続け生態を研究させてもらってるんじゃ。餌は、あのコンドルはプライドが高くての、人間が用意した餌など滅多に食べることはない。プライドなの。いい匂いがすれば近くまで様子を見に来るくらいはするはずじゃ。プライドで選んでんのかい。戦争中敵に追われて迷い込んだ森で足を滑らせてな、動けなくなったわしをコンドルが近くの村まで運んでくれたんだ。ああ、それ以来
餌と間違えただけかもしれんがな。あ、助けられたと勘違いしちゃった。あの時の怪我でわしの足は動かなくなったが、ここでコンドルを眺めているとわしも大空をかけているような心地になれるんじゃよ。そうか、引き受けなあかんねやな。助かるよ。断れなかったな。この先の森にコンドルが好きな狩り場があります。は、餌を探しに向かうなら山登りが得意なチョコボが必要ですよ。うん、どこ？あれ、こっち？狩り場の調査場所変わったね。あー、なんかいろいろ場所違うとこあるな。ほんでもって召喚獣のあれが全然どこにおるのかわからんかったし、よし、とりあえずじゃあ今回はサブクエストをちょこっと進めた感じにはなりましたが、うん、ふざけサブクエストもありましたけど、ちょっと次回はなんとかメインクエストをやっぱり進めていこうかなと思います。結局召喚獣のこれ場所ようわからんしよ、調べるのもちょっとめんどくせえ感じやし、向こうまで行くのもちょっとめんどくさなってきたし、フェニックス一旦この辺のいろいろ調べるのも、ああ適当な感じでメイン進めていったろうかなと思います。それではまた、よろしくどうぞ。